バレーボール V リーグ女子一部のアラン・マーレが1日、蔵王での強化合宿を報道陣に公開しました。とにかく今のこの環境に感謝しながら、こうハードな練習だったりトレーニングにはなるんですけど、本当に全員で鼓舞し合いながら、こういい雰囲気ができてるなと思います。V1 で戦うというところで、まあ、個人の能力というところをやっぱもう一段階レベルアップしていかなきゃいけないなという気持ちもあるので、まあ、この合宿でそこの個の歯車を大きくした上で、それが合わさって大きなチーム力になるというところを目指してやっていきたいなと思っています。本当に目指し続けていた舞台でこうバレーボールができるということは本当に幸せだなと思ってますし、そこに立つからにはやっぱり本当に全力で今できるところを本当に出し切って、あとはまあ、応援してくださるたくさんのシップメイトの方々と一緒になって本当に戦っていきたいなと思っています。このシーズンは 3D コンビバレーという形で、やっていきたいなと思ってます。相手、に対して、絞らせないと、どこから攻撃してくるかわからないっていう攻撃を展開したいなと思ってます。 2D ってなってしまうと前衛の攻撃だけで 2D に見える平面な攻撃になってしまうので、そうすると相手は絞りやすいとなってしまうので、いろんな場所から打つと、でその 3D にプラス全員がシンクロして同時に入るので相手が絞りづらくなるという攻撃を目指していきたいなと思っています。接戦になったらやはりアラン・マレが取るというところに持っていきたい。もちろん厳しい試合もあるかもしれませんが、全員で全力で何事にも最後まで食らいついて勢いを持って戦いに行くと、そして感動をお届けできるような熱い試合をしたいなと思ってます。